2016年に開催された日本一のイケメンの高校生を決めるミスターコンテスト男子高生ミスターコン2016から2017に応募し、見事に準グランプリに輝いたナスタイトさん。ナスさんといえば、同じポップティーンモデルのナチョスさんこと徳本夏恵さん、リカナチョスと恋愛リアリティ番組で結ばれ、ナチョコロリンカップルとしても有名です。そんなティーンの憧れのナチョコロリンカップルは現在結婚したのでしょうか？今回はナスさんと彼女ナチョスさんが結婚したのか、そしてナスさんの元彼女についてご紹介します。またナスさんがホストをしているのではないかという噂の真相に迫ります。ナスタイトのプロフィール、本名ナスタイト、生年月日1999年9月28日、出身地東京都、身長176センチメートル、血液型 B 型、目次ナスタイトは彼女ナチョスと結婚したのか。ナスの元彼女は11人、サブリナとの噂。ナスが元ホストという噂の真相。ナスタイトの20は整形。ナスタイトは彼女、ナチョスと結婚したのか。ナスタイトさんといえば、2017年2月から放送された恋愛リアリティショー ABEMATV、狼くんには騙されないに出演。同じポップティーンモデルのナチョスこと徳本夏恵さんとカップルが成立したことで話題になりました。この2人のカップルはナチョコロリンという愛称で親しまれ、高校生の憧れカップルとして人気を集めました。近年恋愛バラエティ番組が多く放送され、ナチョコロリンのような番組を通して多くのカップルが誕生する反面、放送後に別れるカップルが多く見られます。そんな中でもこの2人なら絶対に結婚するだろうとファンからも期待を集めていました。しかしそのナチョコロリンカップルが2020年3月に別れていたことを発表しました。発表は3月となりましたが、正式に別れていたのは2019年のクリスマスの時だそうです。別れの理由はお互いの浮気とかではなく、恋人というよりも大切な友人になったと動画の中で語っています。また2人で過ごした2年8ヶ月は決して無駄ではなく、お互いに成長できたい時間であったと振り返っています。過去には番組の企画でお互いにウェディングドレスとタキシードを着た時に、現実になるといいな、この人と絶対結婚すると思ったそうですが、残念ながら現実にはなりませんでした。これからも復縁の可能性は限りなく低く、友人としていい関係を築いていきたいと話されています。そんなナスさんですが、2020年9月26日に個人の YouTube チャンネルに投稿した動画では、早くて25歳までには結婚したいと話されています。また、ナチョスとは最近連絡取っていない、今欲しいものは愛情と近況を明かしています。彼女は欲しいですか？という質問に対しては、夜に思う時があると話していることからも、2021年現在は交際されている女性はいないようです。ちなみに好きな女性の髪型はショートカットで、好きな服装はビッグパーカーにショートパンツとお話されています。ナチョスさんがガーリーな服装で髪の毛もロングですので、ここ数年でナスさんの好きな女性のタイプも変わられたようですね。もうカップルとしての彼らを見ることはできませんが、友人として YouTube などで別れた後も共演されているようです。別れを選んだ彼らが今後それぞれどんな方と付き合うのか楽しみですね。ナスの元彼女は11人、サブリナとの噂。ナスさんは、狼くんには騙されないに出演された時に、これまで交際した女性の数は10人と明かしています。
当時高校生にして10人もの女性と交際経験があるというのは多い方なのではないでしょうか。そして今回、ナチョスさんと別れたことでもと彼女は11人ということになりました。若干21歳にして経験豊富と言えるでしょう。そんなナスさんの元彼女情報を調べると、ナチョスさんと交際する前は、サブリナさんという女性と付き合っていたのではないかと言われています。サブリナこと、井上サブリナアリサさんは日本人とブラジル人のハーフで、過去にポップティーンの読者モデルをされていたようです。SNS などでナスさんと絡みがあったため、元カノなのではと噂されましたが、真相はわかりません。しかし、井上さんは現在結婚されており、2020年10月21日に第一子を出産されています。この二人が仮に過去に交際していたことがあったとしても、復縁はないと言えるでしょう。ナスが元ホストという噂の真相。実は、ナスタイトと検索すると、関連ワードにホストと出るのはご存知でしたか？ナスさんが元ホスト、あるいは現役で副業をしていたのではないかと驚かれる方が多いのでないでしょうか。調査したところ、なんとナスタイトさんという同姓同名のホストの方がいることが分かりました。ホストのナスさんも綺麗なお顔立ちをされていますが、ナスさんとはまた違うジャンルのイケメンさんです。ちなみにお店は新宿歌舞伎町にあるブルーというホストクラブで勤務されているそうです。全くの別人ですが、ホストのナスタイトさんも気になる方は、歌舞伎町に遊びに行ってみてはいかがでしょうか。ナスタイトの20は整形。ナスタイトさんは綺麗な20をしていますが、ネット上では整形では、と言われています。有名人にはつきものの整形疑惑です。お母さんやお姉さんとの画像もアップされていますが、家族は煮えなのでナスさんが二重なのも自然です。こちらで詳しく家族情報を書いていますので気になった方はチェックしてみてください。